ロドニー・マイケル・フットは、アメリカ合衆国ミシシッピ州メリディアン出身のバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズに所属している。ポジションは、スモールフォワード、シューティングガード。ミシシッピ州の地元の高校を卒業し、ミシシッピ州立大学で1シーズンプレーした後に、デューク大学へトランスファーした。NCWA の規定により2013から14。 シーズンよりプレーが認められ、同シーズンは16.3得点を記録した。フードは2014年の NBA ドラフトのアーリーエントリーを表明し、全体23位でユタジャズに指名された。ルーキーシーズンは50試合に出場し、平均8.7得点を記録。2年目でスターターターに定着し、2016年1月2日のメンフィスグリズリーズ戦は、 キャリアハイの32得点を記録するなど成績を大きく伸ばした。同月28日には NBA オールスターゲーム前夜祭りのライジングスターズチャレンジのアメリカ選抜チームに選出され、世界選抜チームに選出されていたチームメイトのラウルネトと共に出場した。2016年12月16日のダラスマーベリックス戦では、 第4クオーター残り数秒の場面から決勝の3ポイントシュートを決めた。2017年1月13日のデトロイトピストンズ戦でシーズンハイの27得点、同月3月5日のサクラメントキングス戦では延長戦にも連れ込んだ末、シーズンベストとなる28得点をマークした。4年目のシーズンではベンチからの出場が増え、2017年11月18日の オーランドマジック戦でベンチからシーズンハイとなる31得点をマークした。2018年2月8日、三角トレードによりクリーブランドキャバリアーズに移籍した。同年5月7日、トロントラプターズとのプレイオフ2回戦の第4戦において、第4クォーター残り7分38秒からの出場をプレイタイム不足による不満から拒否し後に謝罪した。同年9月10日、 キャバリアーズのクオリファイングオファーを受けて1年間の再契約を結んだ。2019年2月4日、トレードによりポートランドトレイルブレイザーズに移籍。同年3月3日のシャーロット・ホーネッツ戦の後半においてシーズン杯となる27得点を挙げた。デンバーナゲッツといったプレイオフ2回戦の第3戦において4度のオーバータイムにもずれ込んだ。 激戦の末、決勝のスリーポイントを含む19得点をマークした。同シリーズ第6戦では、プレイオフ内のキャリアハイとなる25得点を挙げ、チームのシリーズの勝利に貢献した。2019年7月6日、2年目のプレイヤーオプションを含む2年1170万ドルで、トレイルブレイザーズと再契約した。2019から20シーズンは、 キャリアハイの 3P% を残し、最高のシーズンを過ごしていたが、同年12月6日のロサンゼルスレーカーズ戦にて、左足のアキレス腱断裂により、残りのシーズンを全休した。2020年11月17日に、プレイヤーオプションを破棄し、同月22日に非保証を含めた2年2090万ドルで、再びトレールブレイザーズと再契約した。 2021年3月25日、ノーマン・パウエルとのトレードにより、ゲイリー・トレント・ジュニアと共に、ラプターズに移籍した。2021年8月6日、ミルウォーキーバックスと1年契約を結んだ。レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。